皆さんこんにちは。あなたのくるくるクールがマリオメーカー実況、今日もやっていきたいと思います。ちょっとね、1週間ぐらい投稿お休みいただいていたんですけれども、お盆休みということで田舎の方に帰っておりました。これからまたね、確実投稿で9月末までは頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。今日の最初のコースはこちら、いいねランキング難しいから、ハイドラント使いさん、ワンワンの食べ物、クリア率は 8%、 ベストクリアタイム7秒台ですね。早速遊んでいきます。ワンワンの食べ物、一体何なんでしょう。うちのワンワンはカリカリ大好きですよ。あとね、梨も大好きだし、カロンも食べてるよ。右上はノコノコ食べてるよ。右下はあれ、ワンワンいるのかな、クッパを焼いてるように見えるけど、それでここはワンワンは登っていって、ね、当たらないのこれ、当たらねえんだ。それはいいんだけど、どうやって登っていけばいいのさ。ほい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 、え、登れないんだけど、え、どうすんのこれ。え、待って、あ、当たった。どうなってんだ。はい、あ、登れた。普通にスピンチャックはタイミングよく当てるだけでした。これも当たるんじゃないの。当たらない。じゃあ次行ってみましょうか。扉の先にお邪魔いたします。クッパを食べてるように見えなくもない。クッパの足を食べてる、あのなんだっけ、ドクターフィッシュがあの人間の足の汚れを食べてくれるみたいな感じ。上は何もなさそうかな。意味か、ちょっと気になった。よいしょ、上なんもない。3、2、1、クール、オッケー。久しぶりのマリオメーカー、ワンワンの大好物、何が一番美味しそうだったかな。大きなカロン一番喜んで食べてたんじゃない。やっぱりね、犬は骨とか大好きですからね。ガジガジやってるといつまでもガジガジやってます。うちの子もうるさいよ。ワンワンの食べ物、ハイドラント使いさん、ありがとうございました。それでは次のコース遊んでいきたいと思います。しまった、タイトル読み損なった。ハンマーブロスの基地、ワールド八野さんのリミックスだったかリメイクだったか、リミックスですね。こちらのコースやっていきましょう。マリオ3の八野さん、正直覚えてないけど、どんなコースだったっけ。多分溶岩地帯っぽいところとか、暗いところでキラー放題がたくさんいたのを覚えてるけど、ハンマーブロスがたくさんいるところなかったかな。この土管は入れそうな気がする。お邪魔しましょう。しません。逃げるよ、逃げたいけど、このハンマーブロスはできるだけ叩いていきたい。先のためにもキノコどっかに入ってないの。普通入ってるんだけど、こういうところ。マリオ3とかやったことある人だったらわかると思うんだ。あん中には入ってる。よいしょ。あ、ヒマンブロスじゃなかったけど、危ねえ、焦った。今のは本気で焦った。これは下から行こう。あっ、畜生めー。しっかりキノコない？キノコあったよね。よかった。とりあえずね、1個キノコあるなしでだいぶ違うからね。このノコノコも本当は叩きたかった。ノコノコ叩いてればやばい。ここゴリ、さっきやられたのこいつだったっけ。まったくいやらしいことしてくれる。 OK、 1匹叩いて、下も調べておく。よし、この辺にあるんじゃない？キノコない？キノコあった。あめ、今パックに当たるかと思って超ドキドキした。土管には入れない。上まではブロスは届いてこないね。スクロールしてて分かんなかったけど、本当は上にいたのかもしれない。こいつもパックに出てくるんじゃないの。当たんないよね。ところで八野さん、リミックス、やっぱり元のコースが全然思いつかないんだけども。よいしょ、危ねえ。この辺で。ああ、今の超ギリギリだったような気がする。残り100秒。ここまで中間ポイントがなし。多分ゴール前にもハンマーブロスがいるんじゃないの？ほらいた。いくよ。3、2、1、くれー。ちょっとタイミングずれちゃったけど、オッケー。いや、ドキドキするわ。ハンマーブロス、やっぱり厳しいね。ファイヤープキプキの次ぐらいにハンマーブロス厳しいと思う。ハンマーブロスの基地、スーパーマリオブラザーズ8-3リミックス。
コーヒー3さん、ありがとうございました。はい、お次はこちらのコース、1画面耐久シリーズ1、水球レッツスイミング、メタルベアーズさん、クリア率 5%、 ベストクリアタイム11秒です。この夏はね、雨が多くて海とかあんまりね、いつもに比べると遊べてないかもしれないですけど、皆さん海の事故にはお気をつけください。海だけじゃなくてね、水の事故全般お気をつけくださいね。この辺にいればいいのかな。とりあえずこの動く床の下にはいないとダメだけど、ブラックパックも飛び上がってくるから、その辺をどうするべきか。よいしょ。あ、ブラックパック飛び上がってこないんだ。この辺、厳しい。水の事故ね、毎年やっぱり何名かは危険な目に遭ってしまっているんでね、十分本当に気をつけてくださいね、とあなたのくるくるくるが申しておりました。よいしょ。この辺、その勢いで突っ込んでこられたら避けられないよ。ここでさ、こっち側行ってみたらどう。炎に炙られた。浜辺でバーベキュー。水中だったけど浜辺でバーベキュー。うーさん、夏のレジャーは楽しいけど危険もいっぱいなんでね、誘惑もいっぱいなんでね、皆さん本当に十分気をつけてください。よいしょ。ここプーペ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 ー、ゴール、イエス。予報要領をよく守り、海で楽しみましょう。プールもね、レジャーもね、要領予報関係ないね。うん。1画面耐久シリーズ水泳レッツスイミング、メタルビアズさん、ありがとうございました。次のコース遊んでいきましょう。お待たせいたしました。今日のラストはこちらのコース、爽快氷のシャワー、ママニャンさん、クリア率 10%、 ベストクリアタイムは25秒ですね。クールスピードランということで、私クルクルクール向けのスピードランになっているんでしょうか。早速やっていきましょう。まずはスピンジャンプで涼しんでからのメットからのファウ投げでいいんだよね。今のは踏んじゃダメ。爽快はいいんだけど、確かに氷ブロックがたくさん降ってきてる。テレサもいっぱいあってね、青と白で画面は涼しげに見えないよ。暑い、このコースは暑い。燃える暑さを感じるスピーランコースになっておりますが、そんなこと言っててもしょうがない。このボム兵は一体何を表しているんだろう。花火の点火とかしてるのかな、あのボム兵さん。さて、次やられたから気をつけないと。スピンジャンプからのスピンジャンプ連続。氷ブロック苦手なんだよね。これはまた絶対当たってるように見えなくもないやつかもしれないなとも思ったけど、スタートってから大丈夫。そしてタイムが大丈夫か。残り5秒、詰まりまくってる。いつもだとだいぶタイムにこの人は余裕あるんだけど、ギリギリだったわ。マリオタイム。さて、今日のクルクルさんのマリオメーカー実況はこの辺りで終わりにしようかな。爽快氷のシャワー、クールスピードラン、ママニャさん、ありがとうございました。はい、それではね、まだまだ暑い夏が続きますんで、皆さん残暑、熱中症、夏バテなどね、まだまだ気をつけてお過ごしください。それでは今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回の動画でお会いいたしましょう。チャンネル登録まだの方、よろしければチャンネル登録お願いいたします。次回はあなたのコースにくるくるくる。バイバイ。あ、コース募集してますよ。